さあということで今回も氷を見ていきましょうか。今回見ていくのはヒイラギを見ていきたいと思います。次回のイベントがねヒイラギのイベントやったので見ていきたいと思います。さあということでヒイラギの前へ。ようコジュ。コジュ、うん、あなたは生身の人間ですよね。コジュってどっから来てんねやろな。これヒイラギなんなんやろ。人面キャンサーですが何か。いやー、人面キャンサーが基地内に。で見えててもこの反応ない。コジュ待って、嘘だから。人間だから。確かによく見れば 31A のかやもりさんですね。よく見てなかった、ね、何してんの。どこか行くみたいだけど、はい、ちょっと悪い気が溜まっているようなので除霊をしに行こうと。いや、そんなに気軽に除霊行けんのいいな。よろしければ一緒にアリーナへ除霊に行きませんか。いや行きたい。いや俺も付き物をね落としてほしいよ。こんな感じで、はい、ということで除霊大作戦行きましょうか。あれ、ちょっと待って、 OK しちゃったけど何か問題でも。まあでもこれはいい例なんかもしれんな。ジャンルが違うじゃん。ジャンルとは。だって私ら宇宙からの侵略者と戦ってるじゃん。せやな。はい、いわば SF じゃん、うん、孤児は正反対のスピリチュアルな心霊ものを一人でやってることになるじゃん。SF とはサイエンスフィクションの略、うん、つまり虚構なのです。現実には科学もスピリチュアルなことも混然一体なので、どれだけ科学が進歩しようとも幽霊が消え去る世界は来ないのです。そうなんや。でも会ったことないからな。いやそれなんよな。結局なんかこういうので出てくるけどね、見たこともないからな。アリーナにいるエミュレーションのキャンサーは一種の幽霊です。会ってた。嘘。それこそ科学の結晶だろ。プログラムに感情がないと思いますか。心霊少女なのに言ってることが超 SF。 安心してください。はい、私がいれば除霊できます。そう、うちの部隊からもう一人連れてきてもいい。いいですよ。できれば霊感が強い人だと嬉しいです。すでに私は霊感ないんだけど な、これ選べるタイプかな。あー選べるタイプやな。あー霊感誰行こうかな。やっぱつかさっち連れて行きたいよな。霊感持ってるかい。霊感悪いけど私は諜報員よ。自分の行動さえ俯瞰で見ることができる超現実主義なの、はい、じゃあ幽霊とかは。見たことないけどめちゃくちゃ興味があるわ。いつか X ファイルを暴いてやるんだから。いやビビってるわけじゃなくてノリノリなんや。世界が平和になったらアメリカに行こうな。あー違うっぽいな。霊感強い人を探しに行くって感じか。じゃあ戻ってきたけどユッキーとかどうよ。ユッキー霊感持ってる？おい、私はハッカーだぞ。まあね。そんなスピリチュアルみたいなのと正反対にいる人間だ。確かに。だよね。ちなみにプログラムに感情ってある？うん。はあ、お前な。うわあ、傷つきそうなくらいのため息。まあシステムやもんな。そんなもん。へえ。当たり前だろ。そうなんや。プログラムは生き物なんだ。ユッキーに決めた。一緒に来てくれ。たくなんだよもう。あ、ユッキーやったんや。へえ、そうなんや。じゃあアリーナ行きましょうか。まあ全員聞いてから行ったらよかったな。コジュ、玉館長とか連れてきた。うちのユッキーだ、ね、反応面白そうやしな。こらこら、ちゃんと紹介しろ。 31A の泉だ。よろしくな。うん。 31B のヒイラギ小杖です。小杖でコジュか。アリーナの中には随分と悪い気が溜まっています。はい、早速除霊と行きましょう。へえ、除霊ね。触れているの？はい。お疲れ様でした。無事除霊完了です。いつも通りプログラムをクリアしただけだ。いや、ヒイラギの着眼は悪くないぜ。私もハッキングをしている時、ネットの海そのものが巨大な生命に感じる時がある。でも、ちゃんとした幽霊は結局見たことないしな。幽霊でもいい子はお祓いする必要はありませんよ。ちょっとコジュ、なんで私の後ろを見てるの。大丈夫です、悪い子じゃありません。いるやん。
いやー、なんかいるみたい。そんな声初めて聞いたわ。ずっと一緒にいます。あかんって。後ろに幽霊がいただなんて、そんなの知らないまま行きたかったよ。確かにな。でも見えないのであればいいじゃないですか。私には見えてしまうのです。どっちなんやろうな、見えたくないんかな。いやだー。ちょ、リアクションが乙女やな。さあ、ということでこのままお風呂に行きたいと思います。コジを誘ってお風呂に行こうかな。いや、よく考えた。おかしいもんな、この日。行きましょうね。コジ、一緒にお風呂行かない？ルックスめちゃくちゃ可愛くない？はい、行きましょう。これめっちゃ好き。やったね。このケモケモのところな。さあ、ということでお風呂行きましょう。コジ、シャンプー取って。はい、どうぞ。取らすんかい。大浴場なのに結構いいシャンプー使わせてくれるよな。これね。そうですね、匂いもいいですし、髪のツヤも違います。私らは髪がまだ短い方だから、はあ、洗うのも楽そうだ。確かにな、二人とも短い。なるべく早く髪を洗いたいので。なんで？髪を洗う時に目を閉じているとたまに視線を感じるんです。怖。やめてくれ、それ以上は言わないでくれ。私も髪洗えなくなる。いや、小さい頃怖いよな。すいません。鏡で後ろにね。私が小樹の髪を洗ってやるよ。そんな、悪いですよ。いいからいいから。いいね。最後に姿勢を感じます。そりゃ見ないと洗えないよ。いや、あれやな、なんか可愛い、可愛いな、この感じ、いいな。いやー、よかった。かわいい。さあ、ということで2つ目、ヒイラギ梢の映るんです。行きましょう。お、ここか。お願いがあります。うん、墓地で動けなくなりました、助けてください。コジュがえらいこっちゃ。いや、助けに行かなあかんけど、疲れているコジュが、除霊場所まで連れて行ってほしいらしい。手を取って仲を深めよう。ほーん。いや、でも映るんですが、心霊的なね、心霊写真的なところやもん。コジュ、大丈夫か？いや、マジで大丈夫か。かやもりさん、すみません、呼びつけてしまって。実はこの頃基地内の除霊で疲れてて、足も重たくて。すみませんが、次の場所まで連れてってくれませんか？いや、疲れるとやっぱね、重いんやな。私に任せろ。はい、助かります。で、どこに連れて行けばいいんだ？かやもりさんが怪しいと思った場所へ。霊感ないけどな。前にも言ったけど、私霊感ないよ。うん、安心してください。はい。ゆう、あら、急に手を握るなんて、小樹大胆だね。霊感は伝染します。全然安心できない。いやそれ、私もいつかは見えちゃうってこと？うん、感じませんか、怪しい場所。いきなりそんなこと言われても。あれ、なんか首の後ろがゾワゾワするぞ。やばいな。こっちの方から嫌な気配を感じる。ナービー広場の方ですね。では、すみませんが連れて行ってください。はい。手つないだまま？勘違いされない？されてもいいでしょう。疲れているので手を引いてもらえると助かります。顔が可愛いな。そう言われちゃ振りほどけないな。ねえ、それに接触している方が伝染しやすいですし。離して！映るんですって、そういうことなんや。その心霊写真的なところかなって思ったけど、違うかったんや。さあ、ということでナービー広場に着いたよ。この距離近い感じいいよな。コジュ、もしかしてヤバい霊がいるの？視線を感じます。ここにいる人たち、みんなが私たちを見ています。手つないでるからや、イチャイチャしてっから。ああ、みんながこっち見てるね。まあ、イチャイチャもしてるし、間に火があるからな。私とかやもりさんが手をつないでいるのを見て、うん、
何か勘違いされてませんか？それ私もさっき言ったよ。いいじゃないですか。とりあえず手を離そう。パ。あ。あ。いや。よろよろペタン。コジュ、そんなに疲れてたの？すみません。でも手は繋がない方がいいですよね。いや、繋ぎましょう。それは。繋ごう。見てあれ、別れ話かな。地上のもつれ？一方的に捨ててるようにも見えるわよ。あれ？印象悪い。私がひどい女みたいになってる。そこです。イノセントレクイエム。え？何それ？イノセントレクイエム。消えた。今のは噂好きな悪霊です。言われたことが気になって生きている人を不安に陥れます。いや普通に人かと思ったわ。今私も見えてた。見えてたわ。伝染していますね。映ってたな。ご迷惑をおかけしてすみません。はい。でも私に近づかなければ霊感も薄れていくと思います。ああそうなんだ。ここからはやっぱり私一人で。いやいや、よーし。早森さん、この手は？この手ですよ。次行くんだろ。付き合うぜ。伝染しますよ。永久に霊感が強くなるわけじゃなさそうだし、うん、まあなってもいいけど。いいんですか？小樹と同じものが見られるならそれも悪くない。茅森さん、あらおお。事故直後のめちゃ黒姿の霊を見ても聞かないでくださいね。見えるんや。引くいやーよかった。ちょっと、こんな見えないところの交流でイチャイチャしてたなんて。なあ、たぶらかしてんね、かやもりは。さあ、ということで、お風呂行きましょう。お風呂に行こうかな。まあでも、結構水場ってね、出るって言うしな。体はもう大丈夫？はい。一緒にお風呂入ろっか。ね、洗ってあげなきゃ。はい、ぜひご一緒に。はい、行きましょう。さあ、ということで、お風呂来ましたね。どうしよう。まだ私の霊感が高ぶってるみたいだ。うん、何か見えますか？大浴場全体に白いもやみたいなのが。まあコンプライアンス。それは湯気ですね。そうか、湯気か。カコン。大丈夫です。霊が悪さをしようとしたら私がカヤモリさんを守ります。できんねんな。まあ消してたし。コジュ、よし、またコジュの髪を洗ってやるよ。いいえ、遠慮します。なんで？視線を感じますので。やっぱりいるんだ。あ、かやもりのじゃなくて普通に見えてたんや。っていうかやっぱ風呂出るよな。全く俺は見えへんけども。いい湯だな、うん。いやまあでもイチャイチャしてたねこれ。よかったわ。さあ、ということで4章のところの最後のやつやな。はい、行きましょうかこれね。さあ、ということでヒイラギのところに来ました。心霊ハンターみたいな書いてたな。え、かわいい。コジュ、何ぼーっとしてんの？うん、ああ、かやもりさん、ちょっと人を探しているんです。人？虚空を見つめて人を探していると。ご迷惑でなければ手伝ってもらえませんか？わかりました。ちょ、上見てんのが怖いわ。絶対出てるやん、そういうの。さあ、ということで向かいましょう。いいよ。はい。でも本当に人？まあ霊じゃなくて。はい、人です。人。あ、手をつなぎますか？いいんですか？伝染探すの絶対に人じゃない。人だった何かだ。それは偏見というものです。心があればやはりそれは人ですから。はい、そうだね、ごめん。それでは行きましょう。コジュ、手。いいんですか？もちろん。かやもりさん、あら、ありがとうございます。よっしゃ
あれ、コジュ、ひょっとして体調良くない、手冷たいよ。はい、すみません。あ、そうなんや。本当のことを言うと、少し疲れています。人探し、無理してるんじゃないの？はい。でも、これで安心です。おお。ぎゅ。うわー、伝染する。また首の後ろがゾワゾワしてきた。いいじゃないですか。こっちの時計塔の方から嫌な気配を感じる。はいはい。では、そっちは今は避けた方が良さそうですね。行くんじゃないんや。やばいのがいるってこと？私の体調が万全でない今は、はいはい、近寄らない方がいいと思います。なるほどね。そっか。じゃあ別のところを探そう。うん、順調に伝染していますね。いやいやな。言わないで。いやちょっとさ、小獣イベ、今はそっちへ行かない方が良さそうです。ほんまに。いや小獣イベントちょっとね、ユリの波動がすごいな。ラービーと一緒。あ、はいはい。どう？見つかった？ここね。いません。じゃあ別のところに行こうか。宿舎の方に来たけど。ここはどう？いません。じゃあ別のところに行こうか。はい。ほう、宿舎にも。私なんだから。いない。私と話。小屋森さん。はいはい。ん？どうしたの？あっち。何か感じます。怖。葬儀場。はあ。わかった。行ってみよう。怖。一番ね、霊感ある人と来たくないな。どんな感じや。でも人探しやからな。いいものかもしれない。ここに古樹の探している人がいるの？でもここって本当は誰も眠っていないんだよな。確かにな。はい、見つけました。私と一緒にいてくれる人。その口調怖。え、どこに？ほーん。古樹？って冷たさが増してる気がするんだけど。おお。ねえ。あ、優しい人。はい。私と一緒に行きましょう。こ、古樹じゃない！そういうことか。イノセントレクイエム！おお、ジョレイヤ。おとり捜査的な。小山さん、大丈夫ですか？ああ、でもそういうわけじゃないか。小獣？え、さっきまで私と手をつないでいたのも小獣？あれは私が逃してしまった悪霊です。騙されてたんやな。今日一日ずっと追いかけていたんですが、はいはい。道のあたりで見失ってしまって。以前手伝ってもらったばかりに霊媒体質も伝染したみたいで本当にすみません。いやいや、まあ無事ね。このお札を3日間肌身離さず持っていてください。はい。霊感が抑えられます。お札怖いわ。はいはい。それでは私は残りの私を除霊してきます。うん、ああ、残りの私がいるんや。でも助かったな。人もね。キャンサーだけじゃなく、人知れず悪霊と戦う少女、心霊ハンター古樹。やば、そうよ。だからキャンサーと戦いながらね、悪霊退散してるっていう。さあ、ということでお風呂に行きましょう。8時半。終わったんかな。古樹がお風呂に向かっている。本当に古樹。誘いましょう。以上ね。本物か。古樹？あ、茅森さん。お札はちゃんと持ってくれていますか？悪霊じゃなかった。古樹だ。一緒にお風呂に行こう。行きましょう。はい。ご一緒します。な、今危ないかもしれんからな。ね、なんかがあったら除霊してもらうな。あかんな。さあ、ということで行きましょう。水場って、うん、出るよね。出やすいんです。ですよね。なんで今そういうこと言うの？すみません、かやもりさんにはこういったことを教えておいた方がいいと思って。確かにね。ちなみに今いるの？
私がいるので近づいてはきません。いるんやん。そっか、それは安心だ。え？じゃあ、コジがいないときは？笑い その笑いだけで済ませんの怖いって。いやー、いいな小獣イベント、いい湯だな。いやー、そのイチャイチャもできてるしね、にんまり度合いがすごい高い。さあ、ということで記憶の修復の方も見ていきましょうか。解説こじらせ生ラジオ、何するんか全く分からんけど、ラジオか。さあ、奥のところに、ここなんかな。どうしたの？コジだ。人気のない教室でこそこそ何かをしてる。よう見つけたな、しかも。はい、こんにちは。今日も始まりました。ヒイラギ梢のこじらせ生ラジオ、こじらじいいな。こじらじは、リスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りを中心に、痛い話やちょっと怖い話を交えて、うん、私がアドバイスしていきます。まずは最初の人気出そうやな。ガタ、あ、しまった。だよう、小獣霊でその反応せえへんのに新鮮やな。落ち着いて小獣、別におかしくないからいやでも人気出そうな感じやったで。一人ラジオごっこ変じゃないって。あれだよね、伝長バー目指してるんだよね。伝長バー、違います。私はその いや今までこんなん見てないもんな。泣かないで、話聞くから。なすみません、取り乱してしまって。そんなに嫌やったんや。はい、実は私昔は放送部だったんです。そうなんや。お昼休みとかみんなが楽しめるようにってコーナーを持っていたんですけど。いいな。それがこじらじ？はい。へえ。それなりに人気でした。お便りも結構集まってましたし。なあ、面白そうやもんな。コジュがラジオやってたなんて意外だ。お昼休みが終わったら、へえ、お疲れ様、今日も楽しかったよって声をかけられたりして。やってほしいな。相方とも毎回息ぴったりだねって褒められるのも嬉しくて相方人間なんかな。仲間と一緒に充実した学生生活を送っていたんだな。でも不思議ですねラジオはずっと一人でやっていたのに。やっぱね。ホラー、唐突にホラー来た。楽しい昼休みの知りたくなかった裏側。放送室除霊しなかったの？聞いてくれているみんなが楽しんでくれていたので、悪い子じゃないなって。なるほど。コジュが納得してたならいいんだけど。で、またラジオがしたくなったの？うん、いいえ、そこまではそのはい、やりたくなりました。ほう。でも私個人のわがままで施設の放送機器を使ったりするのはあかんのかな。やっちゃおう。コジはみんなに楽しんでもらいたいんだろ、うん、だったらそれはわがままなんかじゃないって。許可なら私が司令官に頼んでみるからさ。ありがとうございます。あのもし許可が出てラジオができるようになったら、かやもりさんも一緒に出てくれませんか？3人でな。コジュのラジオなのに喋ろうや。かやもりさんって結構な人気アーティストさんだったんですよね。確かに。そんな人がゲストだったら完璧じゃないですか。当時を思い出すな。慣れっこだし、いいよ。慣れっこなんだ。ありがとうございます。それでしたら私も心強いです。よし、じゃあ早速準備に取り掛かろう。へえ、ラジオするんやな。はいはい、数日後。さて、木は熟した。コジュ、新しい伝説を作ろうぜ。はい、かやもりさん、よろしくお願いします。オンエア5秒前4、3、2、1。本格的やな。はい、こちらじわ
今日から始まります。ヒイラギ梢のこじらせ生ラジオ、こじらじー。こじらじはリスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りを中心に、痛い話やちょっと怖い話を交えて、私ヒイラギ梢がアドバイスしていきます。まあいろんなところに流れてると。今回は初回にしてゲストをお呼びしています。はい、元人気アーティスト、そして現セラフ舞台31A の舞台長、かやもりるかさんです。こじらじはいきなりゲスト出演でお邪魔してます。いや慣れてるな。作詞とかで人より少し多くの言葉に触れてきた人間だから、はいはい、心に響くアドバイスができると思うんで、今日はよろしく。慣れてる。私も普通の人より少し多くのものを見てきているので、その経験を生かしたいと思います。はい、コージが言うとシャレにならないな。確かにね。じゃあ早速、お寄せいただいたお便りの紹介を始めましょう。はい、記念すべき最初のお便りはハンドルネームは匿名希望の忍者さんからです。うん、忍べてないな。アーデルハイドさんやな。わけあって忍者をしているでござる。忍者の伝統を重んじて忍術の名前をそのまま使っているでござるが、時々オリジナルの術名を叫びたくなるでござる。もうござるがちょっと、分かる。読みにくいな。やっぱり特別感出したいもんね。はい。でも受け継がれていかなきゃいけないものもあると思うな、私は。うん、バッサーエントフリーエ。かっけー、何それ。でもなんか痛い。イノセントレクイエムやったっけ。匿名希望の忍者さん、水遁の術を使うときはこう叫んでみてください。待って待って、痛い話ってこういうこと。リスナーが痛い話を送ってくるんじゃないの。こじらじはリスナーの皆さんに元気になってもらうラジオですから。小樹のその痛いのを。私頑張るよ。では次のお便りです。はいはい。ラジオネーム殺し屋さんからの相談です。どっちなんやろ。どっちだ。初めて投稿する。私は姉妹で殺し屋をやってんだが、どうにも妹に比べて個性が足りないように感じている。イチゴやな、姉の方だ。そこで最近悩んでいるんだが、私も語尾に何かをつけた方がいいのか。ラジオネーム殺し屋さん、はい、妹さんと差をつけたいというのなら、語尾をつけるだけでは単なる後追いでしかありませんよ。手厳しいな。確かに。はいはい。ここは一つ決め言葉ってのを作ってみたらどうだろう。銃を撃つたびにこう言うんだ。これが死神からの愛だ。痛いな。痛い。よし、なんかエンジンかかってきた。次のお便り行こう。はい、次は。はいはい。これは結構真剣な相談が来ました。っていうかイチゴはノリノリでこういうの書いてくれんねん。お、ラジオっぽくなってきたね。はい。ラジオネーム臆病なウサギさんからです。臆病なウサギ誰だろう。私なんかが投稿してすみません。もしこの投稿を見かけても読まなくて大丈夫です。いえいえ、読んじゃいますよ。はい。みんなが寝静まる頃、急に隊長が相手もいないのにうつろな目で号打ち始めます。はい。あ、怖いけど怖くないやつだ。でもあれか、 31D のあのネガティブの伊達明かりかも。他にも壁に向かって手で何かを書いている素振りをしていたり、生きることへの絶望の歌声が聞こえてきたり、はい、さらにうっすら目を開けると部屋の中を半透明の魚が泳いでいたり、はい、不意に複数の子供の笑い声が聞こえてきます。どうしたらいいでしょうか。待って待って、後半は怖い。臆病なウサギさん、はい、おそらくその部屋は例の通り道になっています。部屋に鏡はありませんか。あ、まずはそれに布か何かをかぶせておいてください。なんか寝てる時に鏡で自分の姿映ってるとあかんって言うような。それほど悪い気の淀みは感じませんので、はい、払うほどではなさそうですが、気になるようでしたら改めて個別に連絡をください。まあでも完全に D のね部屋やな。こ、怖い。では気を取り直しましょう。次はペンネームロシアより愛を込めてさん。
シャロ。大切な人が会いに来てくれません。いつもその人のことを考えているのに、思いは届かないの？繋がらないの？今どこにいるの？何をしているの？誰といるの？会いたい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 。怖い。霊的な怖さじゃないな。強い念を感じますね。かやもりさん、何かアドバイスはありませんか？かやもりに振るんや。アドバイスというか、これって私に対する。あれ、教室の窓の外に人影が、なんか窓に詰め立ててない？あれなんやな、この相手っていうのはかやもりなんやな。安心してください、悪霊とかじゃなくちゃんと生きている人間です。その方が怖いわ。むしろその方が怖い、はい、アドバイス、うち近々会いに行くぜベイベー。お、人影が消えましたね。まあかやもり、いろんな女の子と仲良くしてっからこうなるよね、やっぱ。しゃあねえよな。愛をね、振りまきすぎやな。では、今日はこのあたりで、はいはい、こじらせ生ラジオを終了とさせていただきます。怖い時間、じゃなくて、楽しい時間は冬間に過ぎるね。ね、引き続き、投稿メッセージを受け付けていますので、第2回を楽しみにしていてください。それでは最後に、この曲を聴きながらお別れです。はいはい、あやもりさん、曲名をお願いします。シーズレジェンドでバーンマイソウル。ではこちらラバーイ。あ、それが別れの挨拶なんだ。こちらラバーイ。へえ、いいやん。星の導きを感じます。あ、宿舎の室に戻ろう。メールくれてたよな。ただいま。自室に戻ってきましたが、ラジオ聞いてたぜ。おー、なかなか面白かったが、はいはい、最後にあんなもん流すんじゃねえよ。いつの間に撮ってやがったんだよ。何？練習中に。くそ、めっちゃリズムよれてて恥ずかったぜ。あ、結構最初のコウの話なんかな。ユッキーも投稿してくれていいんだよ。ちゃんと見バレしないようにするからさ。でも全員分かってたもんな、大体。いや、全然匿名性のないラジオネームと内容ばっかだったじゃねえか。それでもこれを機にセラフ部隊が仲良くなれたらいいな。せやな。変な圧力を生まなきゃいいけどな。それにしてもお前ラジオ慣れしてるな。ねえ。まあ初めてじゃないし、プロモーションの一環として何度か呼ばれたことあったから。もう開幕早々慣れてたもんな。そうだったな。おー、まあ3人息ぴったりだったぜ。やっぱ3人なんや。ん、3人？ん？どうした、顔色悪いぞ。ほう、やっぱ3人なんやな。はい、ということで、ヒイラギ、コズエ、コジュ交流はこれにて終了したいと思います。また新しいねイベントが始まるので、そちらも始まったらやっていきたいと思います。今回はこの辺で終了したいと思います。お疲れ様でした。